現在、日本の死刑執行は、執行当日の1、2時間前に死刑囚本人に告知されます。この仕組みは法務省の裁量に委ねられていますが、3年前、確定死刑囚2人が国を相手に裁判を起こしました。死刑の当日告知は、刑罰執行の手続きの面でも人間の尊厳の面でも憲法などに違反していると訴えたのです。 国側は、1、2時間前の告知も必要はなく、当日に即刻形状に連れていく形でも問題はないなどと反論、さらに死刑囚に配慮しているとも主張しています。先立って告知をすることによって、その本人の,その心情にです、ね、著しく害を,を及ぼす恐れがあると。 こうした国の姿勢にアメリカの死刑制度などに詳しい専門家は疑問を投げかけます。本人が知らせてほしいっていうのに、いやいやあなたが落ち込むから教えませんよっていうのはある意味非常になんていうんでしょうねおせっかいですよね。そもそも死刑って命を奪うっていう刑罰なのでそこまでの期間はやっぱり刑罰ではない。 アメリカで死刑制度を維持している州では、遅くとも数日前に告知され、およそ1ヶ月前の州も多いといいます。また、執行までのプロセスを誰もが詳しく知ることができ、例えばオクラホマ州では執行の手続きが州政府のホームページで公開されています。 許されるようなやり方で人の命を奪ってるんだってことをみんなできちんと確認していきましょうっていう,こう考え方があるんだと思うんですけど民主主義社会において誰か一人の命を奪うのであればやっぱりみんなで検証できるようになっていなくてはいけないので告知のあり方が変わるべきかどうかをみんなで考えるための情報がまずは広く。 明らかになることがとがても大,事だと大阪地裁は実質的に死刑執行を許さない効果を生じさせる訴えであり、不適法などとして死刑囚側の訴えを全面的に退けました。